ピンポンパンポン。この動画には以上の要素が含まれています。ご理解の上視聴してくださいね。はい、毎度どうも、ゆっくり霊夢よ。ゆっくりさないです。脳を焼かれた達也です。前回初期出現ミッション2種をクリアしたところですね。あ、機体名はこの AC データから変えるんですね。あれ？どうしたん？変換できないんですが。今回どうやら A 数字のみのようですよ。なんてこったい。ヒイラギ家の系譜で使っていた継承型な、マンジュシャゲを使おうとしてたのに。ACV と VD でのメイン機がそうでしたね。ヒガンバナの英名はレッドスパイダーリリーなので、ちょっとイメージ変わるなぁ。で結局、英名にも別名あって、ハリケーンリリーとなりました。友人に言ったところ、中盤のランカー AC にいそうと言われてましたね。確かに。では今回もミッションから。621、仕事だ。アーキバスグループから工事が出ている。独立傭兵各位、これは当社系列企業、シュナイダーからの依頼です。我々と敵対関係にあるベイラム系列企業、ダーフォンがテスター AC を導入しました。外部アーキテクトへの委託によりアセンブル最適化を施したテスター AC は熟練のパイロットに渡れば無視できない脅威となります。そこで依頼です。当該機体の輸送を狙いこれを撃破していただきたい。アーキバスグループは各位の奮闘に期待しています。ブリーフィングは以上です。よろしくお願いします。さて、今度はテスター AC 撃破ですか。あ、ヒガンバナのエンブレム用意したのね。まだ機体を動かしたいので、5分ほどでさっくりと。あら？別の依頼ブリーフィングも聞けるんですね。621、仕事だ。メイラムグループから依頼が入っている。傭兵レイブン、これはベイラム同盟企業ダーフォンによる依頼だ。我が方はこの度ルビコン解放戦線に対して武力制裁を加えることを決定した。目標は連中の補給物資を搭載した輸送ヘリ数機、これを撃破する。ゲリラ部隊による抵抗が予想されるが、所詮はボース社の量産 MT その寄せ集めに過ぎん。独立傭兵レイブン、前回の働きで貴様は一定の実力を示した。用いるに足る傭兵であることを再び示してみせろ。ベイラム社はなんかハートマン軍曹みたいなノリねー。で、どっちから行きます？ふむ、輸送ヘリ破壊からにしますか。名指しの依頼が入ったな。この調子で実績を積み上げていけ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始だ。ルビコン解放戦線の輸送ヘリを破壊しろ。あ、そうそう、この時はまだ気づいていませんが、今まではエリア外に行くと爆発資産だったんだけど。AC6 はエリア外に出ること自体ができない仕様になってますね。続けろ、621。今までは横に飛んでピーピーピーボボボボボ。あるある。ACV 系は特に壁を蹴ってたので、天狗や塗り壁にやられましたね。天狗は、天井領域外。塗り壁は、側面の領域外。どこまで行っても妖怪と縁がある。ACです。集中しろ。
ちなみに今回から左肩にも初期ミサイルを追加。ダブルトリガーで計8発のミサイルが襲います。640の出費ですね。どうしても弾薬機が浮かぶんですね。目標の破壊を確認した。次へ向かえ。次は角度的に上かしら。残党処理だけしてきます。4MT がいるようですが、無理に倒す必要はないってさ。なるほど、別に倒してしまってもいいということですね。ん？どこにいるんだ？量産型ばかりねー。スキャンで収容。ん？なんかうわぁ、クソ痛い。なかなか愉快なサイズのブレードですね。なるほど、やるじゃない。今までの MT と比べてでかいし、速度も結構あるわね。うわぁ、さすがにリペア。もうライフルまで搭載か。遠近揃ってますね。ライフルってか、スナキャみたいな感じですね。確かになんか肩についてるわね。おほう、これでどうだ。さあダフねー。やはりスタッター状態にしないとダメージ稼げませんか。まずいわよ。この間に攻めたかったけど、立ち直り早いですね。敵はようやく半分。こちらは右手の弾も残りわずか。なーに、弾切れの心配がない左手があります。あ、アサルトブーストできてない。これは停滞ミスだが、こいつでしまいだ。いや、まだまだですよ。やはり操作慣れは時間かかりそうねー。前は RB にクイックブースト押し込んでましたが。621、仕事は終わりだ。起動しろ。了解。今回はそれが片吹きですので、割とこんがらがってます。さすがに今回はなかなかの修理費。四脚撃破でそこそこ戻しましたかね。ログハントプログラムも進んだ模様。四箇所クリアで報酬かしら。ルビコニアンから見れば、お前の行いは新薬への加担と映るだろうと言ってました。ルビコンに住んでいる人ってことですかね。あんまり嫌われたくはないなぁ。相手は指標サンプルとはいえ、AC には変わりない。気を引き締めていけ、621。ま、これも仕事か。てなわけで今度はテスター AC 撃破ね。Mission.
ざっくり行きますか。あそこにあるヘリが目標ですね。奇襲の時間だ、オルアー。レザブレ持ちですね。意気込みは見事だが、まだ若いな。初手の奇襲で一気に行ったものね。てなわけで撃破です。切ない。敵 AC の撃破を確認した。621、仕事は終わりだ。起動しろ。あれ、今回も進みましたね。テスター AC だけですけどね。あれもカウントってことなのかしらねー。いつ以来だ、ハントラー・ウォルター。貴様の猟犬にはクソほどに栄養を飲まされた。よくも抜け抜けと連絡してこれたな。ミシガン、こちらの提案だが。うちの役立たずどもと同じ扱いで構わんのだな。第四世代は感情の起伏に乏しい。あいつには外からの刺激が必要だ。ならば決まりだ。うちからはボルタとイグアスを出す。貴様の新しい猟犬、レッドガンの流儀で迎えよう。上司たちの会話。次のミッション関連っぽいわね。新着メッセージ一件。お前が撃破したテスター AC だが、あれはベイラム専属 AC 部隊レッドガンに届けられるものだったようだ。レッドガンはベイラムの主力。所属隊員の実力は折り紙付きだ。頭に入れておけ、621。ちょいと一度クリアしたミッションを確認。ログハントプログラムですね。どうやら、再ミッションの方になるとクリア時にランクが出るようです。クリアは時間ですかね。火ダメとかもありそう。報酬の下にバトルログがあるので、このステージにあるかはわからないなと思ってましたが。バトルログを見しとくの場合、ノットコンプリートになりますね。まあそれに気づくのはもう少し後だから。無駄に探したりするんですけどね。621、仕事だ。メイラの本社の作戦に参加する。ブリーフィングを確認しろ。ウォルターから話は聞いているな。では作戦内容を説明する。一字一句聞き漏らすな。今回ベイラムは解放戦線の治水拠点ガリア多重ダムを叩き潰すことを決定した。ライフラインの破壊により連中が泣いてわびる損害を与えるのが目的だ。我がレッドガン部隊からはガンズ4ボルタとガンズ5イグアス2名の役立たずが出撃する。貴様はその下、うちの役立たずにつけられた安いおまけだ。おまけである貴様には一昨日空きが出たラッキーナンバーコールサインガンズ13を貸与する。ガンズ13、副将。ガンズ13。副将したか。では準備を始めろ。
愉快な遠足の始まりだ。わい。てなわけで今度はダムを襲撃。容器ありのミッションか。ガンズ13か。名前が増えたな、621。レッドガンの流儀を堪能してこい。ん、できれば堪能はしたくないんですがね。メインシステム、戦闘モード起動。これよりベイラムグループ専属 AC 部隊、レッドガンによる作戦行動を開始する。突入しろ、役立たずども。モライズの世話をしろってね。レッドガンも舐められたもんだ。関係ねえ、俺たちで終わらせればいい。目標一気破壊だ。いや、モライヌ、お前のようなコッパは知らんだろうがな。俺たちレッドガンは壁越えにアサインされている。この仕事はだらしだ。これは遠足ですね。ほんまハートマン軍曹ね。二人もいることですし、今回はおとなしく後ろをついていきますか。途中にあったダム付近が怪しいので、クリア後に確認に行ってきますかね。しかし2機もいるので道中は楽そうですね。一人で来ると数がなかなか多いわねー。西岸さん案外優しそうですね。口は悪いけど、部下思いな気がする。それはさておき、AC 戦で3対1とは。なかなかに絶望的。スタッパーもあるしねー。すいません、自分の焼かれた傭兵なもので。この上昇カタパルト起動ボタンをちょいちょい忘れてます。何ボタンなんです？ジャンプだったかな。ミッションコンプリート。お疲れちゃん。報酬加算は特になし。この後、再度攻略してきたら案の定いましたね。
一件。ウォルターかしら。調子に乗るなよ、野良犬。てめえなんぞ数合わせで呼ばれただけだ。俺たちレッドガンは壁越えを果たす。せいぜい指をくわえて見ていろ。これは俗に言う半目というやつでしょうか。といったところで今回はここまで。よろしければいいね、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた。